あいつがいるとこ。あいつ誰ですか。あ、もうやってないよ。え、だ、やってない、やってない、もう。あ、このお店。え、誰がやってるの。あの、ケン。この間に、はい。放送できるとこあった。へぇ、いいところ。へぇ、え、誰さんがやってるんですか。中マスター。中マスターだ。へぇ。すげぇ。金馬さん、朝似合わねえな。金馬さん、太陽全然似合わないっすね。これオフパコ写真みたいになってるな。歌舞伎町の朝ですよこれ。歌舞伎町の朝、金映えオフパコ。これちょっとスクショ撮ったらもうオフパコだって信じてくれるでしょこれ。ヒカルくんはもう誰も信用できねえっつって金映えさんにもう絶縁だって。絶縁。ていうかオロナインさんのおかげで俺ただ飲みになったんだけど。結構はい、折られる。はい、どうしたんですか。足を折られるらしい。足を折られるって何ですか。これ何足を折らないんじゃなくて、エスカレーターに乗ったら足折るからやめてねって言っただけ。なん変なことしないように足を折るって言われてYouTube に上がるからチャンネル登録しといてください。僕の YouTube チャンネル登録しておいたら今日の事件がわかるんで。今日の事件が。朝から気違いとかやだよ俺。てか俺メガネ変えようかな。荒野のメガネどうだった。もう丸メガネ変えようかな。荒野のさ、かけたらさ、すげえなんかプログラマーみたいですって言われたんだけど。簡単に説明すると、愛子さんとヒカルくんが、まあ、いつも通り喧嘩してました。で、荒野がチャーハンを愛子さんにご馳走になりました。で、ヒカルくんが一口食べようとしたら、愛子さんが、ヒカルくんを叩いたの。違うの、食う。まあね。そう、食べるなっつって、私は荒野に怒ったんだっつって。で、ヒカルくんブチ切れて、で、警察沙汰になって、で、ヒカルくんは帰ったと。で、その後警察が来て、要は、ヒカルくんが逮捕されちゃうから、金梅さんが、俺がヒカルをボコボコにするから、ちょっと警察、刑務所はかわいそうだから、ちょっと勘弁してくれと、俺がヒカルをぶっ飛ばすからって言ったら、なんつうの、わかったと。愛子さん被害届出さないってなったの。そしたら、ヒカルくんがもう誰も信用できねえって言った。ヒカルくんが誰も信用できねえわ、つって、金梅さんに宣戦布告したの。そう。金ちゃんの電話切ったからね、ヒカルね。金梅さんの電話を切ったんだよ。金梅さんは今、なんかデート中だわ。デート中だわ。金梅さんは今からなんか渋谷だか恵比寿だかでランチをするんだって。そう、覚えとけよ、つってヒカルくんがブチ切れて。だからこれ、今回の事件はチャーハン事件として歴史に名を残すから。ヒカルくんと金梅さんの仲を引き裂いたチャーハン事件です。チャーハン事件、もしくはチャーハンの乱です。チャーハンの乱です、皆さん。覚えておいてください。わかったらコメントでチャーハンの乱って書いてください。でも金梅さんは実はチャーハン食いたかっただけと。ヒカルくんがチャーハン食いたくてブチ切れただけだっていうのが、金梅さんの説ですね。何やってんすか、マジで。チャーハンの乱ですよ。何やってんすか、金梅さん。じゃあ、これしないよ、これ。金あり。これ。金ありなんですか。チャーハンの乱ね。カイマンがセーブ。そう、チャーハンの乱。これ、チャーハンの乱終わってないから。いや、ヒカルくんは被害者なんだけど、なぜか俺と荒野も信用できないっつって、荒野とも縁切ったから。で、金梅さんはもう荒野を正式に弟子として認めたんだけど、
荒野に言ったのがヒカルとエンキレって、もうコラボをするなっていうね、命令を下したから。戦争が起こってんね、今。チャーハンの乱っすよね。そう。チャーハンの乱っすよ。置いてかれてんじゃないですか。誰にあれどこ行っちゃったんですか、ゆきこちゃん。ゆきの？ゆきのだがゆきこ。どっちだっけ？どこ行ったのあいつら。知らないですよ。なんで置いてかれてんすか？許せねえよ。なんで置いてかれてんすか？何やってんすか？はぐれてんじゃないですか？許せねえよ。はい。どうすんすか？どこ行った？ガチで消えたんだけど。金梅さんはヒカルくんをかばったんだよ。そう。なのに、ヒカルくんは人間不信になって、チャーハンが食えなかったショックで、人間不信になって全てを敵に回したんだよ。チャーハン食べよう。チャーハン食べましょう。うん、チャーハン食いましょう。それだ。チャーハン食い行きましょう。チャーハン食おう。いや、その辺あるし。その辺ありますよ。チャーハン食おう。そうですね。日高屋でありますよ。日高屋あるんで。そう、あそこでチャーハン食いましょう。日高屋でチャーハン食おう。これ、金梅さんが今チャーハン食うっていう意味をヒカルくんは知った方がいいよ、これ。これはもう宣戦布告だからね。金梅さんがチャーハン食うってことはヒカル見てるか？お前が食えなかったチャーハンを俺らは食ってるぞっていう。そう。そういうことになるよ。金梅さんからのメッセージだよ、これ。そうだよ、ヒカルくんが食えなかったチャーハン俺らは食えるんだよ。俺らはそういう感じだから。メッセージ性の塊だから。チャーハン食べる。チャーハン食べましょう。チャーハン大盛り食べましょう。大盛り。大盛り行きましょう。行こう。行きましょう。最高だね。いや、俺お金ない。あ、僕出しますよ。僕出しますよ。いいの？そうですよ。みんなに花火いただいてるんで。やったー。みんなに花火いただいてるんで、もうチャーハン2杯でも3杯でもいけますよ。ヒカルくんがいてチャーハン食ってたら笑うよね。いや、乗り込んでくるかもしんないよ。チャーハン食わせろって。いや、ヒカルかわいそうだよって言われても。俺らのせいなの。チャーハン食おう。日高屋しかねえな、もう。ここしかないね。チャーハン2つください。チャーハンで絶縁だよ。チャーハン2つ。チャーハンですよ。ビールいけますよ。くいる。何でも任せてください。チャーハンとビールね。チャーハンとビールと、何すか。チャーハンだけでいい。チャーハンだけでいいですよ。もうビールは飲んだでしょ、はい、そうっすね。もう腐るほど飲みましたもん。大盛りじゃなくていいんすか、チャーハン。普通チャーハン。普通盛りでいいんすか。チャーハン、大盛り。あ、大盛りできますか、2つ。大盛り、両方とも大盛りで、ごめんなさい。これやばい事件っすよ。マナ弟子がついに反抗期ですね。ずれすぎてる。ヒカルくんがなんか信用できないって言われたね。言ってましたね。もう全員信用できない。あの全員って多分僕らのことじゃなくて全人類のことを指してる言い方でした。何もかも信用できないって言ってましたよ。相当悪くなる。
人間不信になってた。俺ヒカルくん心配だよ。ヒカルくんブチギレてたよ。セブン戦よりヤバかったよ。セブン VS ヒカルよりヤバかったよ。皆さん目の色黄色い黄疸出てきてますよ。黄色いね。黄色ですね。もう禁止しちゃう。結構やばい。信号、はい。この前見た時よりも悪化してますよ。せっかく肌綺麗になって、すげえ体シェイプアップしたんで、もうリバウンド始まってね。なんかやばい。目が黄色くなってきてる。だからもう、どこ痛いんですか？なんか足がもう全部痛い。捨て頃っすか？熱拳っすか？横断って言って結構やばいやつだ。結構やばいやつだ。いいな、このパソコン。これレッツノートですね。レッツノートです。今さ、パソコン、でも金髪の携帯じゃないですか、配信やるの。俺携帯ばっかだね。高画質でしょ。いや、めちゃめちゃやばいっすよ。高画質です。そうなるせる、どっかで追い込まれる。めちゃめちゃ高画質です。ヒカルとアイコって、あれあからさまにヒカルくん悪くないからね。ヒカルくんブチギレて普通だわ、そんなの。いや、だから、それで、なんか、ヒカルくんが、もういいわ、信用できないっすわ、帰りますわ、つって、バイさんすいません、帰りますわ、つって、ホテルについて配信したの。いや、許せねえっしょ、まず空気読めないっしょ、あいこ。とか言ってたら、この辺に女が映っちゃう。オフパコの女映っちゃってる。で、そっちもそっちで炎上してる。いや、女とかいねえから、マジで。いや、お化けじゃねえとか言ってたの。それでね、女性リスナーがね、ヒカル最低っつってね。多分明日あたりね、やっちゃう、やっちゃう、許せねえわ、マジで、ばあさん。やっちゃう。おはよう。いやー、チャーハン来たよ、みんな。ヒカルくんが、もう人間不信になった原因だよ、これが。これを一口食べたかったせいで、刑務所に行きそうになったんだよ、ヒカルくんは。これを一口食べたくて、事件が起きたの。チャーハンの乱だよ。チャーハンの乱。食いますか。いただきます。いただきます。うまっ。ベースうまいっすね。ベースじゃあうまいっすね。マジでうまいっす。ベッサチャーハン食えなくて人間不信だから。言ってもだってみんな自由業になったら尺に成り立たないでしょ。ああ、うまい。
うまい。うまいっすね。ちょい、ヒカル君のことバカにしてないよ、全然。俺が言いたいっすよ。全然バカにしてないよ。うまいっすね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 。いや、しかも俺の大学なんだよ、もう6年たったから、ある程度お金には余裕できますから、ね、けど、それが自由かって言ったら、イコールではないじゃん。いや、もう全然、いや、それが欲しいよ。いや、どっちの話、時間通過をすると、時給って考えるの。もう儲かるの全然いいと思いますよ。で、儲かるのは、こんなに時間ってこんなにの所得を得てた。っていうふうに簡単に言えば、そっちの方が全然いい。だから、そっちの方が、まだ、いや、みんなに決まってる時だけ、俺もこう、仕事して、それ以外別に自由な時間で。その時の方が好きかって今は、まあ、全然違う話だったんですよ。いや、なんか笑ったんだけど、そっちの方が上がってんだけど、共感的です。だから、いろいろ、なんだろう、別に営業の時間がないだけじゃなくて、いろいろ減らして、時間を下がらなきゃいけないことがいっぱいある話だよ。配信会の師匠を差し置いてオフパコだぜ。どうなっとるんじゃ。どうなっとるんじゃってなるぞ。どうやった。こうやがさ、ひかるくんにあーってやったあーってやったら、愛子さんに4回ぶっ叩かれて、ひかるくんマジギレ、マジギレ。今日の放送見て、マジで暴れてたから、ひかるくん。警察はリスナーさんじゃないよ、さ、わかんないけど。いや、今日の放送だよ。YouTube に上がるから。YouTube に上がってるかもしんない。俺の YouTube 見てみて。録画残すし。俺の YouTube に上がるよ。明日には見れるんじゃん。あでもじゃあ潰れたで、いや明日は今仕事はないかもしれないけども、ただ多分言って別にそこで、ね、なんかマイナスな要因が借金ができるわけで、何でもないわけだ。元気、まず元気だ、まだ。はい、元気です。こうやにも切れてた荒野にも切れてた。ヒカル君は電話でもう誰も信用できないっていうメッセージを、チャーハン一口食えなくて暴れて、女性に暴行を加えて、で電話かけ、心配で電話かけたらもう誰も信用できないっていうメッセージを残して消えた。真似してやがる。うまいっすね。うまいっすね。飲みすぎっすよ。うまいっすね。うまいっすね。うまいっすね。あいこ。おいこ。おい。うんだてめえ、あいこ。あいこ。って言ってました。簡単にやめれないよ。だって本来のあれってことなの。やめたくてもすぐにやめれないから。俺だってあの、
せいぜい半年前に辞めるって決めないと、普通にはできないだからチャーハン乗らんのよ。チャーハン乗らん。軽くお腹ペコペコだったから。俺らは光くん弔うためにチャーハン大盛り2人で食べる。今ラーメンくす、ラーメンでチャーハン食ってっから。かばった金梅さんを金梅さん必死でかばってたんだけど、もう信用できないっていうダイイングメッセージを残した。薬島は一人で行くって言ってた。おはよう。いや俺もよ、動画見てたけどよ、ダメだ、チャーハンが詰まった。金馬さん頑張ったでしょ。刑務所に行く光くんをさ、刑務所マナ弟子をかばったんだよ。マナ弟子を。お前ら覚えとけって言ってたよね、カル君。だから人間不信だから今ヒカル君。俺とヒカル君の友情も、荒野という後輩との友情も、金梅さんという師匠との友情も全部ぶっ壊された。たったスプーンに一杯のチャーハン、このチャーハン一杯のせいで全ての友情をぶっ壊れたんで。この一さじ。人間関係の脆さを、脆さを見たでしょ。人間の信頼関係の脆さを。友情とか愛情とか全てぶっ壊れる瞬間見たんだよ。2000人近くのリスナーが。
原因はもう間違いなくアイコだ。原因はアイコなんだけど、きっかけはチャーハンだから。これから配信会、巻き込むすごい戦争が始まるんです。もうたった一杯のチャーハンで配信会が揉めに揉めるから、裏切り者とか出てくるから。配信者全員が誰も信用できなくなる世界が始まるんだよ。派遣が。マジ俺今日からもうこれチャーハンの欄終わるまで毎日チャーハン食うから。日高屋でチャーハンしか食わねえから。チャーハンの欄。チャーハン戦争ですよ。乱世到来、世紀末。一さじのチャーハンの奪い合いだから。いやもうね、ないよ。もう金梅さん、光くんともう終わったんだよ。二度と戻らないんだ、これを機に。俺の配信、俺の配信、これを機にもう、もうだ、俺もう信用できないって言われたから。言われましたね。もう終わりです、終わりですよね。もう聞いた今。終わった、もう終わったんだよ。一杯のチャーハンが全てをぶっ壊したの。やってることからするっていうことで、だからたったスプーンに乗った一さじのチャーハンが食えるか食えないかって戦争が起こったの。友情とか愛情とか師弟関係とか後輩関係とか全部ぶっ壊れたんだよ、この一杯のチャーハン。いや、それでね、これね、もちろん、それはだって、いや、あいつだって、その頑張りようによっては、平時が1300円になる場合もあるわけだから、やばい。そういう話、そういう切り口、そういう話だよ。でも、そのあとはしてるから、だから、真似してよっていうか、真似とかじゃないけど、俺今、カズラが、おい、俺今、こうや。俺にも、なんだてめえ、アイコ。おい、アイコ。おい、なんだてめえ。やばいやつ止めないで、ばあさんやめてください。おい、てめえ、アイコ。ってなった。チャーハン、一さじのチャーハンをきっかけに、戦争が始まったんだ。そう、一緒に練習し、一緒に泊まり、同じ飯を食ってきて。数々の修羅場をくぐった先輩、そして最近できた可愛い可愛い後輩。もう信用できないっす。もう無理っす。屋久島一人で行きます。はい、もう無理っすって言ってた。なんか俺が一番悪いやつみたいになってますよ。原因俺みたいになってますけど大丈夫ですか。俺が一番悪いやつみたいになってます。売り上げが全然違うから、俺3杯目チャーハンとか言って。
別に現実でも何でもないんだけど、そうなのに関しては俺は手をつけない。一番性格悪いのは俺だよ。だからこすりすぎたわちょっと。ののんちゃん今起きた、何があったの？こや、俺にもチャーハンくれよ。おい、なんだてめえ、アイコ。おい、なんだよ、ゲバーさん止めないくさ。関係ないです、ワードさん。なんだてめえ、アイコ。おいってなった。で、その30分後ぐらいに、焼き島一人で行きます、もう誰も信用できないです。バス、すいません、一人で行くんで。はい。ま、1分ぐらいにまとめるとこんな感じ。6.17 チャーハンのラン。俺と二人でやる日は1日しかないわけなんで、あと週末でしょ、あと俺がやる日はあるから。ヒカル君は今誰も信用できない。俺は仕事にどんだけ打ち合わせてる意味があることなんだけど、ただ大切な久々に笑ったね。腹が痛いぐらい笑った。だからチャーハンが悪いっつってんじゃん。誰も悪くない。一さじのチャーハンで全ての人生が狂う。俺の配信でも、愛子さんの配信でも残ってる。だからもう愛情とか友情とかみんなね、あのなんか地球より愛の方が重いとか全部嘘だ。一さじのチャーハンで全部狂うから歯車。そう、戦争が起こってるんだよ今。行きますか。ちょっと待ってください。すいません。ごち。あ、いいえ、どうもです。いや、大丈夫っすよ、皆さん。チャーハンくん、大丈夫っすよ。花火もらってるんで、リスワン取ったんすよ。大丈夫っすよ。行きますか。大丈夫っすよ。やばくない？ちょっと待って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 、はなに、ステッカー？違う違う違う、お小遣いあげるよ。いや本当に ありがとう。こんなに来れるの？写真とか撮ります？携帯とかあったら僕撮りましょうか。大丈夫ですよ。やばい、イエーイイエーイ。写真撮りますよ、僕、携帯。いいですか、いいですか。ベサ、ベサ、早く。ベサ、エビサス。ベサ、ベサ、行きましょう。ゲットだぜ。2万ももらったんすか。やば。やば。すれ違いざま2万もらってるわ。マジかよ。リアルすぎるだろ。俺はお小遣いもろた。アイコどこ行ったんですか、アイコ。もろた。やばいな、これが大手だよ。街を歩いてるだけで、街を歩いてるだけで、
やばいよね。俺もう若手配信者に希望を与えたよ。お小遣いもらった。やばいっすね。やばいっすね。すごいね。リアルだよね、なんかね。なんかリアルだよね。え、ていうか、アイコどこ行ったんすか？アイコちゃんはどこ行ったんすか？消えたんすけど。やばいね。写真もステッカーもいらない。仕込みじゃねえよ。どこに仕込むタイミングあったんだよ。お小遣い、もろた。ゲットだぜ！ドンキで探す。ドンキ。どうします？金林さん。ドンキとか言ってます。あっち側ね。ここ行けます？行くしかない。駅にいた？今どこにいんの？放送やってんの？もうあっちにはいないから。もういないですよね。多分駅っす。帰るしかない。まおちゃんち。え、ガチでヒカルくんと絶縁なんすか？まずネタ抜きで。だってもう信用できないって言われちゃうもん。言ってましたけど。それは絶縁どうでしょう。絶縁ですね。マジっすか？うん、しょうがない。しょうがないっすか？出会いとは。別れを。はい、ああ。俺もう絶縁だわ。だからこれからヒカルがいなくなったからが、はい。これがワドと絡むしかない。断る。俺、こうやって言うかと思ったら、俺って言う。大丈夫っす。はい、よろしくお願いします。マジで金髪大ファンなんで、はい、僕でいいっすか、僕でいいっすか。やったわマジで、バイさんとやったわマジで。俺がこれから3倍目なんだろう。3倍目はどうだ。3倍目はどうだ。3倍目モノマネ喉痛めるわ。ガラッガラになるわ。3杯目はどう？ 3杯目はどう？マジでヒカル君にボコられんじゃねえかな、マジでこの配信で。なんか俺ヒカル君すげえ敬遠の中になりそうで嫌なんだけど。モノマネしよう。似てますねって言って喜んでくれて。ワドさんちょっとウケます、それ。ちょ、似てますよって言ってたのに、なんかやればやるほどなんかブチギレさせそうっすよ。一杯目チャーハンにする。だってもう絶縁だもん。ずっと光ると全員信用できないって言ってましたもんね。絶縁じゃん。帰ります。帰りますか。じゃあ自分あれ、はい、あれ登ってみたらいいんじゃない。あ、登ってみるって。あの、犬に。あのライオンにっすか。あのライオンに乗る。はい、わかりました。はい。なんでオブジェを見つけると乗りたくなる。なんでオブジェに乗る癖があるの、この人。これ何なの、このオブジェ。乗り方模索してんだけど。大丈夫？オブジェに乗る癖がある。はい。かっこいい、かっこいいっす。いいっすね。いいっすね、バイさん。いいっす。やばいっす。マジで。かっこいいっすよ。マジで。やばいっす。いいっすね。いいっすね、バイさん。これ、はい、じゃあ、キャプってください、皆さん。はい。キャプってください。皆さん！皆さん！
何やってるんですか。僕を写真に撮ってツイッターに上げてください。早く。誰も見てない。僕を写真に撮ってツイッターに上げてください。誰も見てないです。アサス。誰も見てない。アサス。誰も見てないです。朝なんで誰も見てないです。土曜日の朝なんで。え、折り方わかんないですか。なんかこうピラミッドにうまいこと、なんかこう足を引く。僕を写真に撮ってツイッターに上げてください。女子の皆さん。誰も見てない。お、降りれます？行けます？大丈夫っすか？大丈夫っすか？僕手貸しますか？危ない。うわ、降りた。大丈夫っすか？え、肋骨が痛い。肋骨が痛い。帰りますか？はい、人が死んでる。死んでますよ。あ、女の子死んでますよ。行きましょう。大丈夫かな。やばいっす。やべえな、俺が金梅さんとの絡み方あんまり分かってないな。気違いだなこれ。マジで。今あいつ見た？見ましたよ。たの完璧なシャドーボクシングです。俺が倒したやつって言ったら、はい、あの3人、はい、ビビって逃げた。ビビって逃げました。勝ちですねこれ。完全に勝った。はい、もうやっぱキックボクシング極めただけありますね。そう。はい。完全そういうこと。もうパーフェクトだよ。パーフェクトです。次の相手探してるわ。飢えてるわ。飢えてるわ。誰も近寄らなくなったもんね。うん、誰も近寄らなくなったもん。うんうん、やべえな、ヒカルくんから取扱説明書もらってねえかんな。キムさんもい。キムさん朝ですから、キムさん。朝の9時っすよ。キムさん。金梅さん、朝の9時ですから誰も絡んでくれないですよ。朝の、金梅さん。お、ファイ。お、お、お。うえい。やべ、金梅さん、ワールドワイドですね。金梅さん、やっぱワールドワイドですよ、もう。グローバルですよ。金梅さんは。でしょ？グローバルですね。俺が倒したやつ。いやいや。あれ、おい、もうへばってましたね。行きましょう。行きましょう。楽しかった。楽しかったっす。楽しかった。やっぱり黒人はノリがいい。これ、こっちじゃないの。 これ、指差しじゃないの。あっちの方か。お疲れ様です、金梅さん。いや、もう終わり。松本あ、映ってるじゃん。
気持ち悪いって気持ち悪いってやん、勝手に映り込んでじゃあ、ほら、タバコ吸います。行きますか。木村さん、やばいっすよ。めちゃめちゃ好感度が上がってますよ。なんか、春日井の頃を思い出すなっつって、小映えが、血が騒いでますよ。小映えのなんか、ブーンって音が聞こえてきましたよ。春日井の匂いがするって言ってますよ。新宿だよ。今は。あ、なんか掃除してる。あ、大丈夫っすよ。入れますよ。元気がないな。朝っすからね。光に絶縁されたし。はい、そうですね。いや、ちょっと悲しいっす、僕。信用できないって言われたもん。信用できないって言われた。チャーハン、俺は、チャーハンを食べさせただけだよ。荒野に。そうっすね。そしたら、俺信用できないって言われた。こんな悲しいことないっすよ。かわいい、かわいい。かわいいかわいい、ヒカル君をチャーハン食べさせて。僕なんか捨て頃の練習とかいろんなものがフラッシュバックしましたもん。信用できないの人かと思う。チャーハン食べただけ、ね、食べさせただけなのに信用できないって言われた。マジで、やばいっす。何が起こったのか分かんない。分かんないっす。気持ち悪いって言われてさ。気持ち悪いって言ったの今言ってさ。ああ、さっきの言葉を。気持ち悪くはないよね。そうっすね。僕たちは決して気持ち悪くはない。変な人だね。ちょっと頭が残念なだけだ。ああ、はい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 。ただね、光に縁を切られてるのが分かる。シミに効いてますよね。ボディーブローのように。なんで信用を失ったのか分からない。ちょっとよく分かんない。チャーハン、ここ男に乗ったこんなチャーハン。ほら、ヒカル君の枠、監視するしかねえな。何が起こったのか全然わかんねえわ。ちゃんとした答えが返ってこないとわからないね。メッセージが少なすぎますよ。チャーハンだけど。チャーハンしか、僕ら。そんなチャーハン食いたかったのかよってなりますよ。あの状況を旗から見てた人もチャーハンを食いたいだけです。独り占めした荒野が、はい、でも荒野に向かってなかったから、光がですよね、うん、なんか金牌さんに向かってましたよ。わからない。なんだ、ちゃんとした答え述べてさ、光くん。
そっか。そうなの？なんか言ってたらしいですけど、僕らには電話かかってきて、もう信用できないっすって言ってましたもんね。うん。もうなんて言ってたの？いや、無理っすわ。信用できないっす。マジで。私は一人で行くんで。はい。もういいっす。って言ってました。僕が聞いた限りでは。ベッサー、スパーリングしましょう。ベッサー、ツッセー、イッセー、イッセー、バッサー、イッセー、チュース、勝てます、イッセー。いろんなのがフラッシュバックしてる、俺の中で。怒られるよ。瞬間ふったんでしょ。やれ。怒られるって、そんなやつ。マジかよ。こんだけ振りを聞かせておいて俺のせいかよ。なんか全部俺が悪いみたいになってんじゃん。怒られるよ。怒られます、うん、バカにしないみたいなの。バカにしないです。バカにしないです。真面目にリスナーさん聞くんすもん、どうしてこうなったのって。俺が悪いの。誰も悪くない。チャーハン、チャーハンが悪いです。チャーハン、スプーンに乗ったチャーハン一杯が悪い、うん、チャーハンが悪い。チャーハンとアイコが悪い。そうっすね、アイコが悪いっす。俺の予想だったね。そうっすね。じゃあ解散しますか。じゃあ金馬さんお疲れ様っす。いや、行こう。はい、僕歩きなんで。歩きで帰るの？はい、ありがとうございました。向こうっす。そっか。はい、じゃあここで。はい、うん、ありがとうございます。まだね。お疲れ様っす。っす、お疲れ様です。はいっす。気をつけて。はい、気をつけて帰ります。はいっす。よし、みんなも長時間大変だったね。帰ろ、我が家。暑っ、今日やばいね。金梅さんちょっとかな、いや笑ってたけどね、金梅さんちょっと悲しい目をしてたよ。やっぱヒカルくんのこと大好きなの知ってるからさ。勢力、あーちょっと上がったかもね、体鍛えたから、うん、いや朝まで大変だったね、みんなお疲れ様。ねえ、帽子ちょっと暑いね今日。帽子ちょっと暑い。寝てないよ。マジか、びっくりした。エロノシアさんお疲れ様です。ありがとうね。すげえたくさんフォローありがとうございます。頑張ります。ねえ、初めて金梅さんとこんなに一緒にいたの。うん、ねえ、なんだろうね。昨日は昨日で盛り上がったし。いや、悲しいよ。金梅さんだってヒカルくんのこと大好きだもん。ヒカルくんも金梅さんのこと大好きだし。なんでこんなことになっちゃったんだよ。ねえ、いや、ヒカルくん今寝てるよ多分。明日でしょこれは。もうチャーハンの乱は。いやでもね、アイコさんはヒカルくんを怒らせすぎ。いくらなんでも、いくらなんでもね、ちょっとね、ヒカルくんがもうたまりにたまってたから。
ちょっとね、ヒカルくんも酔い覚めてねえ、どんな感じなのか俺もちょっと見守るよ、うん、ありがとう、フォローありがとう、キャンディーマンさんありがとうね。チャーハンの欄、これ長引きそうな予感がする。なんか、うん、荒野もね、ヒカルくんと絡みづらくなっちゃったしね。そうそうそう、話し合うべきだよね。話し合ったら大丈夫だよ。フォローありがとう。ありがとう。おお、すげえ、ピコンピコンになってるよ。ありがとうね。ありがとう。ありがとう、みんな、フォロー。ありがとう。荒野も、いや、全員信用できないって言ってた。もう。みんなフォローありがとう。ありがとうございます。そうだね、ちょっと、捨て頃の後からもう、愛子がやらかしまくってるから、荒野はあまり悪くないっつうか、荒野何にもしてないし、俺も何にもしてないけど、金梅さんがずっと止めてた感じだね、愛子さんを。今、チャーハンの欄見てきた。皆さんフォローありがとう。いや、ヒカルくんはちょっと多分、やりすぎてやさぐれちゃっただけだと思ってる。俺もやだもん、ヒカルくん友達だし。俺友達少ねえからさ。俺もヒカルくんと話すよ、今度。いや、悪酔いしちゃったやつがちょっと、やりすぎてやさぐれちゃったんだよ、ヒカルくん純粋だから。俺の放送でも見れるし、愛子さんの放送でも見れるけど、俺の放送が多分一番高画質で全部見れると思うよ。ヒカルくんがぶち切れたのは。そうそう、俺らも酔っ払ってたしさ、配信中だったから、ヒカルくんの言い分もわかんないしさ。チャーハンの欄、俺の方に載ってるんじゃないかな。多分ね、いろんなもんが溜まってたんだと思うよ。本当に。でも、俺はヒカルくんと金梅さんの愛情っていうか友情を信じてるから。いや、もう大喧嘩だよ。大喧嘩。じゃあヒカルくんが、ポーヤが愛子さんにチャーハンをおごってもらったの。コウヤが腹減ったっつったら、アイコさんが、そのチャーハンを買ってくれたの。そしたら、俺も腹減ったからコウヤって言って、チャーハン一口ちょうだいっつったら、アイコさんが、ダメって言ったの。ヒカルになんか食べさせないでって言って。だったら私お金払わないってアイコさんが言って、また、アイコさんとヒカルくんの喧嘩になったの。で、もう一回食べようとした時に、アイコさんがヒカルくんのこと蹴ったり殴ったりして、で、ヒカルくんがブチギレ。大暴れ。っていうのが、まあ、そんな感じ。で、金梅さんは、本当に結構まずいと思ったから警察来ちゃって、愛子さんに、いや、ヒカルくん警察捕まっちゃうから勘弁してあげてって言って、俺がヒカルのことボコボコにするから、やめてよって言って、ヒカルくんをかばったんだよ。簡単に言うと。もう、ヒカルを警察捕まえさせるわけにいかないからって言って。そう。そしたら、30分後ぐらいに電話かかってきて、もう誰も信用できないって言って、絶縁になったの。そう。もう誰も信用できないってなったの。それが経緯だね。まあ、だからね、そうそうそう。そしたら、俺のモノマネにツボったっていうヒカルさん、ヒカルくん、金梅さんが俺のモノマネにツボったっていう。そう。っていうか、ヒカルくんはもう、荒野とも俺も、金梅さんも誰一人信用できないんだ。人間不信になっちゃった。荒野関係ない、全然。荒野はおとなしく一人でチャーハン平らけただけだよ。あ、だからそこもあるんじゃん、ヒカルくんからしたら。チャーハン全部平らげた荒野が憎いっていうの。あのね、台本かどうかね、放送見たらわかるよ。どれくらいヒカルくんが暴れたか放送見たらいいよ。
れ、アイテムありがとう。アイテムありがとう。風船ありがとうございます。屋久島ね、楽しみだったよね。そうだね、鍛えてて。でも、金梅さんも止めるの大変そうだったよ。フォローありがとう。そう、一さじのチャーハンで起こったチャーハンの乱だから。ふわっち録画見れるよ。今日ゆっくり休む。ああ、ありがとう、匿名さん。花火ありがとう。うん、たくさんフォローとたくさんアイテムありがとうね。タチヒコお疲れ。花火ありがとう。ああ、フォローすげえな。ピッコンピコン。すげえな。やばいな。やばい。これ最高記録かもしんねえ。フォロー1日の最高記録かもしんねえわ。やばい。みんなありがとう。やべえ。止まんねえ。フォローが。ピコンピコン。ありがとうね。四つ目にもう上がってる？よかったよかった。チャーハンの欄で検索すればいいの。チャーハンの欄で。やべえな、ほんとピコピコ。こんなの初めてなんだけど。え、マジか、やば。え、みんなフォローありがとう。やべえな。ありがとうね。もしよかったら YouTube の URL 誰かわかる人ここに貼ってあげて、みんな見たいはずだから。チャーハンの欄。ワードワールド全開だったね。そう、アンチをこうやって増やしてしまうっていう。そうだね、こうやチャーハン持ち上げて、チャーハンをひたすら守ってたからね。チャーハンの奪い合いだから。俺のチャンネルから見れるのかな、わかんない。誰か、YouTube に上がってるのわかる人 URL 貼ってあげて。今、URL 貼ってくれるよ、リスナーさんが。俺のチャンネルでも見れると思うけど、俺のスタッフさんが、その動画上がってるかどうかわかんない。まだわかんない。いや、アルコール飲みすぎて酔っ払いすぎたんだよ。きなこさん、ごめんね。配信終わってから、いや、もうタイムシフト乗ってると思うし。まあ、俺のツイッターフォローしてくれてたら、確実に、もう今日の夕方ぐらいには、チャーハンの欄で、ツイッターに告知入れるから、もしよかったらツイッターフォローしといてくれれば、まとめが出ます。まとめが。ちょっと待ってて、俺のツイッターフォローしといて、スタッフのマネージャーさんに電話しとくから、チャーハンの欄で動画上げてって。ありがとう、きなこさん。ありがとうね。愛子様とチャーハン戦争で検索だって。なおくん、ありがとう。みんなね、愛子様とチャーハン戦争、とのチャーハン戦争で検索で出てくるって。俺もう、金梅さんと、ヒカルくんが仲直りする前、俺チャーハン食い続けるわ。もうチャーハンしか食わねえわ。決めたわ。二人が仲良くなるまで俺チャーハン食い続けるわ。のりこありがとう。URL これです。うん。お疲れ、アイテムありがとう。フォローもありがとうね。今 URL 貼ってくれたよ、のりこが。俺はチャーハンを黙々と食う苦行を始めるから。ひたすらチャーハンを食い続けるよ。おはよう、ち。おはよう。いやー、すごい濃い一日だったな。ありがとう。ハゲ散らかしてるけどね。暑い。シュールだよね。いや、もう俺は、一刻も早く仲直りしてくれないと困るよ。なんだ？シェフがいる。シェフが並んでるんだけど。なんだこれ。いや、なんか、シェフが。おはようございます。おはようございます。何かやってるんですか？これは
自分たちの専門新宿調理師専門学校になっていて、今日体験入学でお出迎えに出てる。ああ、なるほど、頑張ってください。ありがとうございます。なるほど、学校だって調理の専門学校で体験入学1日目だって。爽やかだな。チャーハン作ってくれるか、ああ聞けばよかったな。ごめんね、チャーハン作れるかどうか聞くべきだったな。モトボンさん、俺反社会勢力の反社会勢力だと思われてるの、モトボンさん。パラッパラのチャーハンの作り方ね。ツイッターフォローありがとう。おはよう、ロハコさん。もしチャーハンの欄見たい人はのりこかいの URL を踏んでください。 YouTube 見てきた？やばかったでしょ、やばかったでしょ。俺は32歳です、今年。うん、俺元ポン全然拾ってるじゃん。前から俺元ポンのコメント全然拾うよ、うん。そうそう。今日は人が多いからさ、俺も酔っ払ってさばけないのよ。ごめんね、元ポン。ありがとう。それはこっちのカメラに映ってんのかな。俺昭和生まれ、ギリギリ。あのね、関慎吾さん、野田造り、石川紀之さん、柴田が俺同い年かな。で、一個上が、ティロフィナーレ香川さんとか、鮫島さんとか。そう。だからね、ゴミくずがいっぱい生まれた日って言われてる。その年に隕石かなんかが落ちて、ゴミくずウイルスが大量に分布した年って言われてるね。そう。北極かなんかにでっかいのが落ちたんだよ。そしたらゴミくずが大量に生まれたんだよ。当たり年なんだ。ボジョレヌーボーとかみたいな。ボジョレヌーボーとか。いや、配信会ってね、結構通説があって、あの、配信者の当たり年ってあるんだよ。で、10年に1回、とんでもないゴミくずが大量に生まれる年ってあるの、10年に1回。同世代が多いんだよ、結構。荒野しか映ってない。あ、多分、愛子さんの方のタイムシフトじゃん。愛子さんの方。そう、金梅さんの年も当たり年だもん。だから、金梅さんが今40でしょ。俺らが8年後の世代だから。そう。結構有名だよ、これ。ニコ生とかだとよく言われてるの。なんか、そう。ゴミくずが生まれるウイルスが宇宙から飛来してくんだよ。いや、すごいよね。オロナインさんの生で出てきたんだよ。びっくりしたよ、俺。初めて会ったもん。花玉さんも同い年なんだ。あ、じゃあ、俺の YouTube しかないかな。YouTube 出るの待ってて。編集されると思うから。やっと解放だね。やっと解放つうか楽しかったけどね。金梅さんと、こうやって長い時間お食事したりするの初めてだったから。うん、よくわからなかった。マジで、うん。バタバタだったかもね。ああ、そうだったんだ。オロナインさんは超大手だよ。もう古い人なの。オロナインで検索したら、あの、オロナイン神会とかで検索したら昔のいっぱい出てくると思うよ。昔のやつ。見てきた。そう。愛子さんが煽っちゃった。いや、結構伝説だよね。だって、パズドラで3000万か課金とかやってんのよ。パズドラのガチャで3000万課金とか。だからゲーム界でも結構有名なの。もう狂ったようにガチャ回す人なの。喧嘩したっていうか、あの、もう誰も信用できなくなっちゃった。ヒカルくんが。ヒカルくんが人間不信になっちゃった。
そう、めちゃくちゃ金持ちの人。そうそう。そう。びっくりだよね。俺もオタクだと思う、オタク系の人だと思ってたから、なんか、もっと、もやし系の人だと思ってたの。思いっきりパワー系だったからね。オロナインさん。パワー系だったから。えっと思ったもん。チャーハンの欄、肝心なところでカメラ倒れて全く映ってないの。それはヒカルくんに聞いて。ヒカルくんとかアイコさんに直接聞いて。もう俺の口からは言えないよ。ポテチさんいらっしゃい。2年前、石川のりゆきとコラボした時あったけど、その時もイカついって言われてた。あー、まあイカついよね。アーネスホーサさんいらっしゃい。こうやはね、今ね、セブンさん待ち受けにしてるから。じゃあ、充電が切れるので、そろそろお別れしたいと思います。皆さんありがとうございました。和道の放送は、たくさんフォローありがとうございます。捨て頃でね、負けちゃったんだけど、これからいろんな企画やってきます。日本全国、リスナーさんに会う1万人の旅とか、あと、今度はね、鮫島さんと、釣り配信とかね、いろんなコラボが待ってますんで、ぜひぜひ今後ともよろしくお願いします。フォローしてくれた人、それから朝からずっと、夜中からずっと朝まで見てくれた人、ありがとうございました。YouTube と Twitter と Facebook と LINE をやってます。もし、連絡くれる方は LINE を、LINE から連絡をください。ふわっちから来た誰、〇〇ですっていう風に小手半を書いていただければ承認をさせていただきます。ぜひ YouTube も力入れてるので、YouTube もチャンネル登録してください。あと、いっぱいフォローありがとうございます。アイテムもたくさんありがとうございました。皆さんおやすみなさい。ありがとう。お疲れ様。やばいっすね。閲覧エグかったっすね、バイさん。やばいっすよ。マジで。成功っすね。やばくないっすか。いや、マジで。いや、マジでやばいっすよ。お前、コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バットボタン押してんねん、もう。